八神さん、八神さん、しばらく寝とけっての。
しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございます。いい加減にしろや。いらっしゃいませ。いただき、みなぎってきた。ごちそうさま。ありがとうございます。
グ、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。よう、戻ってきたか、タボ。お疲れ様です、矢上氏。高校の様子はどうでしたか？理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件で、みんな動揺してる。うん。そりゃそうだよね。昨日先生の部屋から持ち出した卒アルだけど、つくもくんに渡してあるよ。八神さんも後で中見てみたら。俺には今も夕べ見たもんが信じらんねえよ。沢先生の仇絶対に取るぞ。だろ、タボ。八神氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。よろしいですかな、矢上氏。ああ、始めよう。
沢先生は昨日職員会議中自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され帰宅しています。その後の状況から察するに電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われます。そして沢先生は RK の連中に囚われてしまったのです。だが RK の目的は沢先生じゃなくて桑名を捕まえることって話だったよな。ああ阿久津も相馬もそう言ってた。だから多分沢先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思う。なんで沢先生が桑名をおびき出す餌になるんだよ。あの二人はどうつながってんだ。それもそうだけど、そもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんの。カムロ町の半グレが偉人町の便利屋をさ。ああわからないことだらけだよな。だから俺らが最初にやるべきなのは RK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思う。そもそもあいつは桑名じゃなくて喜多方ってのが本名らしい。 RK は逆に桑名って名前を知らなかったみたいだ。結局俺らは偉人町の便利屋ってこと以外に桑名のことを何も分かってないんだよ。ちなみに桑名さんは昨日から連絡がつきません。一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたが。あいつが便利屋をやってた事務所の場所は。桑名さんって仕事はスマホ一つで撮ってたみたい。だから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよね。そうだカイトさん、さっき桑名さんと飲み歩いた店に何件も電話してたでしょ。あの人がどこに住んでたかって。おお。でついさっき分かったんだがよ、どうも桑名のやさは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい。仕事の依頼料が高え割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだと。そこまで分かったんなら、うん、まずはそこに行こう。そう来なくっちゃな。つくも、話の続きは後だ。なかなか腰が落ち着きませんな八神氏は。お、僕はここで留守番してるよ。またつくもくんが誰かに指折られたりしたら大変だし、桑名さんの方は一旦八神さんたちにお任せってことで。八神氏、複雑な状況になってはいますが、おそらく全ての鍵を握っているのは桑名さんでしょう。僕も彼の情報をできるだけ集めておきます。Yeah!
ったく、いい加減にしろよ。出発するか。ここ?桑名のねぐらって。ああ、そうらしい。なるほど、モグリの便利屋って感じの家だ。あ、なんだよ、どうした。ドアが壊されてる。バールか何かでこじ開けられたんだ。なるほど、誰かが一足先に来たんだとしたら RK の連中だろうぜ。今桑名を追ってるのは奴らと俺らだけだ。完全に先を越されたな。仕方ねえ、 RK も頭数だけは揃ってんだ。人海戦術で来られりゃ競り負けることだってある。桑名は多分昨夜からここに戻ってないんだと思う。自分が追われていると気づいてどっかに逃げたはずだ。下手するともう偉人町からも出てったかもしれない。じゃあ俺らはここで何をすりゃいい。あいつの本名は喜多方ってことだった。だとしたらなんで偽名を使わなきゃいけなかったのか、正体が知りたい。そこから沢先生との接点が見えてくるかも。要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな。俺が言いたかったのはまさにそれだよ、カイトさん。なんだ、ずいぶん派手に家探しされたと見える。ただなんか探し方は素人だな。しっちゃかめっちゃかかき回しただけに見える。ああ、つまり RK の仕業ってことだよ。あそこの連中はみんなチンピラに毛が生えたようなのばっかだから。これは怪しいな。灰皿だ。でもなんか妙だな。何がだ。この部屋の中、食い残し飲み残しが目につく割にこの灰皿は随分綺麗じゃない。そうか。これは怪しいな。灰皿、確かに綺麗かもしんねえが、それがなんだ。たまたま洗いたてだったんだろ。洗いたてっていうか、しばらく使ってない感じだ。ほら、ほこりが溜まってるよ。で、それが桑名の正体を知る手がかりになるのか。なるかもしれないし、ならないかもしれない。社会に顔が利くとが言ってたがよ、実態はこの手の仕事がメインだったのかもな。雑用全般何でもやる。不用品回収にペットの散歩、配管修理、うちと似たようなもんだね。便利屋名乗るか探偵名乗るかの違いだけでさ。怪しいな。
これは。これってパソコンの電源ケーブルかな。マウスも置いてある。ここにノート PC が置いてあったんだ。で、そいつを RK の奴らが持ち去った。PC の中には山ほどお宝情報が詰まってたろうな。じゃあもう、めぼしいのは全部 RK に持ち出されちゃってるか。まあそうくさんな。あいつが吸ってたのは確か電子タバコだ。ああ、そういえば電子タバコだったね。あんまり使ってない灰皿に普段吸わない紙のタバコか。そんなに引っかかるとこか。電子タバコと紙のタバコと両方吸ってるやつなんていくらでもいるぞ。かもね。でも探偵が些細な疑問と好奇心をなくしちゃ真実には近づけない。ライターに偽装してた。おお、こいつは当たりじゃねえか。わざわざこんな風に隠してたってことは桑名にとってよほど大事なもんだぜ。問題はこの中に入ってるデータだ。パソコンがあればすぐに見れるんだけどな。よし、そうと決まったらつくもんとこに戻ろうぜ。すっかり暗くなっちまったな。あ、なんだよタバ。お出迎えが来てる。あ、もしかして RK か。ああ、クワナを追いかけてんのは RK か俺らくらいなんだろ。相馬と阿久津がいねえ。
こいつら下っ端でさ。よかったじゃん。もし相馬がここにいたら、俺は自分を止められる自信がないよ。ああ、俺もだ。お前らの中に話のできる奴はいるか？相馬と阿久津はどこにいる？これから死ぬ奴と話すことなんてねえよ。そっか、そっちがそのつもりなら俺らも遠慮なくやれるな。相馬と阿久津はどこにいる？あいつらと話をさせろ。こっちからは連絡が取れねえんだ。あの人たちとの連絡はいつも向こうからの一方通行だよ。そんなこったろうと思ったぜ。RK の大半はただの駒でしかねえ。ああ、でももっと言えば多分相馬も現場の駒で誰か黒幕がついてるんだと思う。半グレは金にならない仕事なんてしない。なのにわざわざアウェイの偉人町で殺しまでやってんだ。そっか、つまりでかいスポンサーによほどの条件を出されてるってことか。ああ、そうでもなきゃ相馬たちがこっちで暴れ回る理由がない。じゃあその RK の黒幕ってのは？そいつが誰かは分からないけど何がしたいかは分かる。なんだよ？桑名を捕まえることだよ。 RK はそれに従ってんだ。そして沢先生はその巻き添えになったんだと思う。そうかい、なるほど。くそ、絶対その黒幕を引きずり出してやる。ああ、
俺らが桑名を追いかければいつか勝ち合うはずだ。で、今その手がかりになるのがこいつなのかも。じゃあ早いとこつくもんとこに戻るのが良さそうだな。何なんです？あんたら桑名さんの知り合い？ええ、まあ。そこの倒れてるのは？ただの酔っ払いですよ。目を覚ましたらちゃんと家に帰るはずです。なるほどそりゃいいや。あの、失礼ですが桑名をご存知ですよね？そうね、10年以上隣に住んでるから。桑名さんは便利屋さんだし、うちで何か手が足りないときは手伝ってくれてたよ。お代はうちの日替わり定食でね。実は昨日から桑名と連絡が取れないんです。どこかあいつがよく顔出すところって知りません？そうだな、それなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ。桑園の親戚とか言ってたかな。昔屋さんだったけど足洗ってからはずっとバーをやってるんだ。そのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた。桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんです？どうだろう、普通に会社員とかじゃなかったかな。そういえば聞いたことなかったかも。桑名の桃園ってのはどこでバーをやってるんだい？ああ、それなら清廉って店で、中華街の方だ。 2,3 回俺も飲みに行ったよ。マスター昔は屋さんでも今は丸くなっていいおじさんだからね。なら俺らもそこに行ってみるかな。次は RK に先を越されたくねえ。急いだ方がいいだろうぜ。お話どうも、お騒がせしました。いや別に行って。出発するか。桑名さん、その時店は中華。しばらく寝とけっての。行くぞ。セイレーン、ここだな。ターボ、桑名の桃園ってのがマスターをしてるはずだ。すいません、お邪魔します。またもぬけの殻か。なんか店の中荒れてるね。家探しされたってほどじゃないけど。ああ、慌てて夜逃げした後みてえだ。じゃあここのマスターももうどっかに逃げただとしたら勘がいいな。そのうち RK の奴らも桑名を探してここに来るはずだ。出発するか。
ここ店の名前セイレーンだったよね。あ、ああ、はい、セイレーンですが。相馬、よく避けたな。でも残念、アイスピックは女用なんだ。カイトさん、 RK が何のイニシャルか言ったっけ。カイトさん、レッドナイフ。この野郎。相馬、ここのマスターは鼻が利くらしいな。まんまと逃げられた。なんで沢先生を殺した。まあいろいろ知りすぎちゃったからな、あの先生は。なんだと。お前らもそう、もう捨てておけないとこまで来ちゃった。この間はヘマしたな、俺を殺し損ねた。反省してるよ。阿久津に任せた俺のしくじりだ。そしてお前はここまでだ。そうか、カイトさえいなきゃお前一人わけないよ。Yeah!
何をしてくれるんだ。カイトーより先にお前を刺しとくべきだったかも。くそ、綺麗に脳が揺れたからな。足に来てるだろ。立てるようになるまでちょっと時間がかかる。暴れると痛い時間が長引くぞ。そういえば沢先生の時は一瞬だったな。なんだと。こんな時に無粋だよな。人の店で何をしてる？あんた、ここのマスター？ああ、桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた。俺はもうその店に二度と戻らない。俺らはその桑名さんと話がしたいだけなんです。そんなに怖がらないでくださいよ。若い女性を自宅まで押し入って殺したそうだな。なら70過ぎのじじいはもっと躊躇なく殺すだろう。八神さんに電話を代わってくれ。さもないと殺に通報する。あんたがなんで八神と話したがる。グズグズするな。今110番のダイヤルを押し終わったぞ。お前に用はない。ここのマスターがお前に代われって。悪いけど話は後だ。すぐ店の前に救急車を回してくれないか。相棒が腹を刺された。何？頼む、急いでくれ。ご希望通り、相棒の彼はこれで大丈夫だろう。俺は今、あんたを遠くから見てる。探さなくていい。今そこで会うつもりはないんだ。サバイバーというカラオケスナックがあるんだが知ってるか？この街では一番安全な店だ。川沿いのスナック街にある。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。ずいぶんせかすんですね。10分のカウントダウンはもう始まっている。スナック街のサバイバーですね。そうだ。すぐに向かいますよ。ではまた後ほど。
待たせたな。出してくれ。カムロ町の半グレ集団 RK が追うのは便利屋桑名、星稜高校の英語教師沢陽子との接点を見つけるべく、八神は桑名の正体を探る。やがて浮上してきたのは、桑名を偉人町の人々に仲介したというバーのマスター。彼は誰も知らない桑名の過去を知っているはずだった。俺はあなたに桑でも、あんたが一人で会いに、ただ俺は今から10分以内にあんたが来なければ。八神さん、よく来てくれた。セイレーンのマスターですか。ああ、カウンターで話そう。来てくれ。町の探偵さんなんだってな。ええ、そちらは桑名の遠縁だって聞いてます。失礼ですが、お名前は。あんたと会うのはこれっきりだ。名乗るつもりはない。ただ桑名君から見ると俺は義理の叔父に当たる。誰にだって親戚の中に一人はいる半端者。それが俺だ。元ヤクザだからな。横浜でですか。ああ、青龍会って組だ。組を抜けてから今日まで20年、町で店をやってた。
それがさっきのセイレーンですね。あなたが偉人町出てったら、あの店はどうするんです？そいつは余計なお世話だ。失礼しました。あんたは探偵だ。人に物を聞くのが仕事なんだろうよ。さっき親戚と言ってましたけど、桑名というのは偽名だったと聞いてます。おお、そこまで調べてたか。あいつの本名は北方でした。神室町から桑名を追ってきた半グレたちがそう呼んでいたんです。私にその答え合わせをしろというのか？そんなつもりで来たわけじゃない。じゃあどういうつもりで俺をここに呼んだんです？ああ、実はさっき桑名君に頼まれて彼の事務所に行ってきた。あるものを回収してきてほしいということでな。あるもの？まだ全部吸い終わってないタバコだ。中にライターが入ってる。だがそれは誰かに持ち出された後だった。それってただのライターじゃないですよね。実際はライターに見せかけた USB メモリでした。やはりあんたが持ってたんだな。こいつを回収するよう桑名から頼まれたんですね。桑名君としては他人に見られたくないデータが入っている。俺に渡してほしい。中に入ってるデータって何です？教えたらここで渡してくれるか？いえ、中を確かめてみないことには。桑名君は追い詰められている。だからこの老いぼれをここによこすしかなかった。俺にできるのはあんたの恩情にすがってそのライターを渡すよう頼むことだけだ。もう力ずくでは奪い取れん。正直乱暴に来られるよりそう言われる方が揺らぎますけど、どうしてもこれを渡せと言うならせめて桑名に会わせてください。あいにくだな。彼はもうこの町を出て行ったよ。何かあればすぐ身一つで逃げ出せるように備えていた。じゃあこれはお渡しできません。彼を追ってきた半グレの巻き添えである学校の先生が犠牲になった。名前は沢陽子さん。まだ若い熱心な女性でした。もともと俺が調べてたのはその学校の教育実習生が殺されたって事件です。その線をたどって沢先生に話を聞こうとした時、彼女のマンションでなぜか桑名と出くわした。あなたは沢先生をご存知でしたか？さあな。あなたにもわからないんですか？神室町の半グレがなんで桑名を追うために沢先生のところへ押しかけたのか、そして桑名と沢先生をつなぐ接点が何なのか。わからんね。だとしたら今俺の持ってる手がかりはこのデータだけなんです。桑名にとってこいつが大事なら代理じゃなく本人が俺に会いに来るべきでした。そうせめてやらんでくれ。彼に裏社会で生き延びる技を教えてやったの俺だ。ん？桑名も以前はヤクザだったということですか？いや、元は真っ当な堅気だった。だがある事件があって日の当たる世界では生きられない人間になったんだよ。それでセイレーンにいた俺を頼って偉人町にやってきた。便利屋家業を進めたのは俺だが、あの子はとても前向きに裏社会に染まっていった。前向きにですか？皮肉で言ってるんじゃない。裏社会を学ぶことに
強い目的意識を持っていた。目的意識？何の目的です？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も、彼が何者なのかも。多分あんたなら突き止めるだろう。これ以上俺にあんたと話すメリットはない。あなたをこのまま行かせてしまっていいものか悩みます。腕ずくでこの年寄りを捕まえておくか。やめた方がいいな。この店でそんな真似は許されん。ここが偉人町で一番安全な店でしたっけ。ああこの町で最後に話せたのがあんたでよかった。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。この絵は。聞こえる。おう。ああ。お。おう。
八神。ん？あれ？あんたハンピン・リューマンの。東京から随分お友達を連れてきてくれたな。やっぱりよそ者は信用できねえ。何の話だよ。お友達ってもしかして RK のことだとしたら、あいつらはそんなんじゃ。おい鉄道だから誤解なんだって、
また誰かに俺を襲えって雇われたのか。別荘カムロ町のハングルが若者側で街を歩いてやがる。そうかと思え、若い女の先生が自分家に押し込まれて殺された。どうなってる、異人町で何が起きてんだ。ああそこで怒るまではまあわかるよ。けどだからってなんでいきなり俺を襲うんだよ。お前に優しく聞いてやる義理があったか。殴って痛い思いさせるや知ってること全部吐く。あんたもっと身内以外にも優しくした方がいいって。いえや八神、カムロ町のよそ者たちが何をしてる。よく分かってないのはこっちも同じだ。ただ少なくとも俺はあんたらの敵じゃない。殺された沢先生を知ってたんだ。俺が事件の第一発見者だった。犯人は RK のリーダーで相馬って男だよ。くそ、マジか。やつら何しに偉人町に来た。わざわざ何十人もで女一人殺しに来たのか。 RK は桑名を追ってんだ。知ってるか、ベニヤの。ああ知ってる。でもなんであいつが RK に追われてんだ。今それを調べてるとこだよ。おかげで RK と勝ち合って、さっきは相棒が腹を刺された。そうかと思ったら今度はあんたらに囲まれて全然調査がはかどらない。なるほど、分かってくれた。今この場で俺が言えるのは一つだけだ。ん？ RK がこの町にいる間だけお前は俺を兄弟と呼んで構わない。は？なんだよ急に。もちろん俺が兄貴分だ。それって喜んでいいの？俺の兄弟分なら今後ハンピン・リューマンに襲われることはない。お前に手を出す奴がいればそいつらはハンピン・リューマンにとっても敵だ。俺は異人町が俺らの町である限り女子供に手出しする輩は絶対に許さない。ああお前もそう思うだろ兄弟。急に距離縮めてくるんだね。付け加えるとお前が兄弟分になるなら俺もこの人数で返り討ちにされた面目が立つ。なるほど、そういうことか。RK のことで何か分かったら俺にも教えてくれ。特にその相馬ってリーダーの居所だ。それさえ分かりゃあとは俺らに任せろ。女先生の仇は取ってやる。なぶり殺しにしてな。ちょうど今連絡しようと思っていたところですぞ八神氏。セイレーンで海藤さんが刺されたとの情報が。本当なの八神さん、何があったの。ああ本当だよ、全部話すから。ただその前に九九に調べてほしいもんがある。何？桑名のアジトで USB メモリーを見つけた。ライターに見せかけて隠してあったんだ。すぐに中身が見たい。じゃあカイトさん
その相馬ってやつに。脇腹をナイフで刺された。桑名を追いかけてて相馬と勝ち合ったんだ。俺も正直危なかった。相馬一人にやられるとこだったの。八神探偵事務所か。ああ。で、俺はその後桑名の桃園だっていうマスターに呼ばれて、その USB メモリーをよこすように言われた。その中を見れば桑名の正体と目的がわかるらしい。今開いてみましたが、中身はデータファイルが一つ入っているだけですな。内容は？動画ですね。内容はこれから再生してみましょう。いいですか？なんだろう、すごいドキドキするんだけど。フルスクリーンにします。決まってね。てめえミツロ何避けてんだよ。顔で受けろっつってんだろ。もう一回やるぞ、もう一回。鈴木、携帯で撮れよ。はいはい。今度はマジですげえの決めっから。うい、いつでもいいよ。おい、てめえ、逃げんな。ミツロ、何しらけることやってんだこれ。こりゃお仕置きだぞ。やだよ。お仕置き、お仕置き、さあ皆さんと一緒にお仕置き。楠本みつるのストリップショー。やだやだ。てめえ何蹴ってんだこれ。ああ、調子こいてんじゃねえぞみつる。やめて、やめて。ミツル、ほら。はいはい、足閉じない。それじゃカメラに映んないよ。もう素人じゃないんだからさ。うわ、こいつションベンしてる。うわ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 、そっ、キモ。きったね。マジかよ。最悪だ、こいつら。楠本満のストリップと、そう言ってましたね。ああ、楠本満といえば13年前の黒川学園、沢先生の同級生で校舎から飛び降りた子だ。厚労省事務次官楠本玲子の息子でしたね。そして30歳になる今に至るも昏睡状態が続いています。この動画は楠本満がいじめを受けてた時の、おそらくは隠し撮りされたものでしょう。この動画って桑名さんが隠し持ってたんだよね。なんで桑名さんがこんなものを。わからない。でもセイレーンのマスターはこの動画を見れば桑名の正体も動機もわかると言ってた。うん、ちょっと失礼。この辺り、主だったメンバーの顔が映っています。一旦ここに映っている絵から状況を整理してみませんか、八神氏。そうだな、分かったよ。これは
こいつの顔ってなんか見覚えがあるんだけど。ほう？僕は見たことなさそうです。僕もわからないな。思い出した。誰？巫女柴弘の死体発見現場にいた。その時いた連れも全員黒川学園の卒業生って言ってたんだ。神奈川県警の刑事に身分証を見せてた。名前は確か赤池って。するとこういう言い方ができますかね。事件の周辺にいた人物たちが振り返ってみるとみんなこのいじめ動画に映っていると。ああ、問題はそんな動画をなんで桑名が持っていたかだ。どこだ？なんだ？かわいそうだよね、ミツル君。あんな目に遭わされて誰にも助けてもらえなかった。母親の楠本玲子は13年前まだ厚生労働省に勤める無名の一官僚でした。詳しくは分かりませんが夫とは早くに別れてたようですね。彼女は息子を女で一つで育てていたのです。ねえ、もしかしてその楠本さんと別れた旦那っていうのが桑名さんだったりして、それで息子の様子を隠し撮りしたのがこの動画だったとか。いや、桑名はさすがに30の息子がいる年には見えないな。もっと他の可能性を探ろっか。この携帯カメラでいじめを撮ってた女子は動画の中で名前を呼ばれてたよ、鈴木って。ええ、だとすると僕らも知っているあの人物だと思いますね。ああ、この女子生徒は今鈴木から別の名前に変わってるんだよ。マミヤユイ、江原に痴漢されたとされる被害者女性。旧姓が鈴木でマミヤは結婚してからの名前だよ。そして13年前楠本満と同じクラスにいたことは沢先生の口からも確認が取れてる。ええ、やはりこの女子生徒はマミヤユイで間違いないでしょう。マミヤさんって一体どういう人なわけ？そもそも世間的に楠本満へのいじめ加害者は河合真也一人だとされていました。しかしこの動画を見ると実態は明らかにこれまでの情報と違っています。実は10人近い生徒がいじめに関わっていて間宮結衣もそのうちの一人だった。ああ、もしこの動画が世に出たら間宮結衣もここに映ってる生徒たちもみんなまずいことになるな。楠本満を追い詰め今日まで昏睡状態にしておきながら自分たちは知らん顔で暮らしてた。そんな風にバレたら社会的に抹殺される。職場、友人、知人、家族に知れたら今の生活を続けられはしない。どこだ？あ？楠本満をいじめた加害生徒は河合真也という名前だったはずです。ああ、こないだ神室町で RK が探し回ってた。その時俺が連中に見せられた写真はこの動画の河合と同一人物で間違いないと思う。そして河合が殺されたらしいと当たりをつけた RK はこの後どういうわけか桑名を追って偉人町に来たってことになるな。怪しいな。13年前の9月17日午後4時過ぎだから多分放課後の教室だね。あ、いや、これは
なんだよ。今楠本充が屋上から飛び降りた日付を確かめたのですが、9月17日でした。え？つまりこの動画が撮られた後、その日のうちに彼は校舎の屋上から飛び降りたようです。動画を見て新たにつながってきた線もあるにはありました。しかし肝心なところがまだ分かりません。このいじめ動画をなぜ桑名さんが隠し持っていたのかです。ああ、桑名はこの動画を隠し撮りをした張本人なのか、それとも誰か他の撮影者からこの動画を受け取っただけなのか。桑名さんと沢先生は何かしらの知り合いだったんでしょ。だったら13年前に沢先生がこの動画を撮っていて、それを桑名さんに預けてたとは考えられない？便利屋って仕事の一環で。ありえるとは思う。ただしっくりは来ない。なんで？セイレーンのマスターが言ってたんだ。え？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。あの人はこの動画を見ることで桑名の正体もわかるって。でも俺らはまだそこまでたどり着けてない。いじめの隠し撮りからわかる正体って何？桑名が今40前半ぐらいだとして、13年前は30前後ってところだ。もしかして学校の先生だったりして。このいじめがあったクラスのさ。そういうことなら杉浦氏が持ち帰った卒業アルバムがありますよ。沢先生の部屋にあったやつです。八神氏はまだ中を見てませんでしたね。そうだった、持ってくるよ。その口ぶりだともう二人は中を見たんだな。ええ、残念ながら教師陣の中に桑名さんの顔は見当たらなかったです。ここが楠本充君がいたクラスのページ。沢先生も写ってたし、間宮由衣も写ってるね。クラスの担任はこの人か。楠本充がいじめを受けていたところを何度も目撃してたのに見過ごしてたとか、あまりやりすぎるなよと薄笑いまで浮かべていた。桑名じゃないな、別人だ。他のクラスの先生も見たけど桑名さんはいなかったね。楠本充、この子の写真はアルバム用に撮られたものじゃなかったんだな。ええ、おそらくその撮影をするより前に飛び降りてしまったのです。沢先生は全然笑ってないね。ん？先生は高校を卒業した後は同窓会にも行ってないって言ってたよ。このクラスの誰とも会ってないって。確かにその集まりだと嫌でも満くんの話をすることになるだろうからね。こちらには鈴木優衣さんが写っていますね。やはり先ほどの動画に写っていた女子生徒です。彼女も楠本充のいじめ自殺に加担した一人だった。このページに写ってる子たちの何割かはさっきの動画に写ってたわけでしょ。ああ、でも河合信也は写ってないんだな。ああ、うん、本当だね、写ってない。河合は充くんの飛び降り後いじめ加害者として叩かれ自主的に退学したはずです。ネットの書き込みにはそうありました。裏取りはできてませんが自然な成り行きであったろうと思いますな。本当は他にも叩かれるべきいじめ加害者がいたのに、河合以外の全員が罪を免れた。なんだ？
その時の担任は、ミツル君がいじめられてるところを見てもそんなに深刻じゃないと思ってました。笑いながら、やりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。ん？教職を追われた？どうしたの、八神さん。楠本光の飛び降りで当時の担任はえらく叩かれたんだ。その後教職を追われたって聞いてる。うん。それで？だとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た代わりの先生ってことはないか？なるほど、それはありえる話ですね。バッシングされた担任の名前を調べてみます。アルバムに載ってる先生とは別人かもしれません。少し時間をください。これは。これは。ん？ん？八神氏、わかりました。楠本光の元々の担任の名前、やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした。当時の担任は北方優とあります。北方？え？あ、それってもしかして。彼本名は北方ってんだよ。聞き覚えは？相馬が口にしてた桑名の本当の名前だ。じゃあ桑名さんは元は高校教師？写真も出てきました。これが13年前の北方先生です。桑名だ。確かに。ああそうだ、そうすると沢先生もこのクラスにいたんだから、彼女にとっても桑名は担任の教師だ。それが二人の接点だったんだ。そういうことだったのですね。桑名さんが全てをつなぐキーマンだった。13年前、光くんの飛び降りで学校を辞めた北方優はその後桑名仁って便利屋を名乗るようになった。その時頼ったのが桃園だったセイレーンのマスターだ。桑名は積極的に裏社会とも関わろうとしてたらしい。そして何か目的意識が強かったって。目的意識？それってどういう？いじめ加害者への復讐だ。桑名はそもそも生徒たちがいじめなんてしなければ教職を追われずに済んだって思ったのかもな。でその怒りの矛先が河合深夜に向けられたってのはどう？なるほど。確か河合は5年前神室町で知人らしき男女に車で連れ去られたということでした。じゃあその中の一人が桑名さんだったの？可能性としてはあると思う。その結果
河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかも。そしてその時の事情を聞きたくて偉人町まで桑名を追ってきた。ああ、それなら RK が偉人町に来た理由。になりますね。また河合の知人らしき男女っていうくらいだから、桑名さんの他にも何人かいたんだよね。それってもしかして。ああ、これだ。ああ、そこに写ってる子たち？河合の知り合いだった男女。そう言われる間柄なのは間違いない。でもなんでこの子たちが河合を拉致すんの？桑名が協力を頼んだ。いや、協力させたのか。どういうこと？ほら、この動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろ。でもここに写ってる連中にしてみたら、絶対に人に見せたくない代物だよ。自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせたことが大っぴらになるんだから。え、確かにネットに流出でもしたら大変です。大炎上して社会的に抹殺されかねません。桑名にしてみれば彼らの弱みを握ってたことになる。それで河合への復讐に加担させた。いくら脅しのネタがあるからって人殺しまでさせられるかな。河合って殺されたんでしょ？河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ。死体が見つかったわけじゃない。待って、頭が追いつかなくなってきたよ。ああ、まだタラレバの話が積み重なってるからな。でもそれを裏付けてくれるかもしれない人はいる。誰のこと？例えばこの中に映っている間宮ユイなら、俺は家まで押しかけたことがある。もし河合を拉致した中に彼女もいたなら、面白い話が聞けるかもしれない。そうですね、今八神氏が語ったのはカムロ町と偉人町の事件をつなぐ一つの仮説です。ですが間宮ユイからその裏付けを取れたなら、さらなる情報が引き出せるはずですよ。桑名さんの居所もわかるかもしれません。ああ、まだ桑名は完全に取り逃がしたわけじゃなさそうだな。桑名さんってどういう人なの？三越場殺しと江原のアリバイ偽装、沢先生の事件、5年前の河合真也の失踪、多分その全部に桑名は一枚噛んでる。あいつの尻尾さえつかめれば全部見えてくるはずだ。じゃあもしかして今僕らいい線いってる？ふん、多分な。明日早速間宮ユイを直撃しよう。では杉浦氏も八神氏に同行してくだされ。状況は次のステージに移ったように思います。僕は一人で大丈夫。海藤さんも負傷した今、八神氏には助けが必要でしょう。オッケー、つくも君がそう言うなら。助かるよ。ありがとな、つくも。杉浦は無事に返すから。僕の相棒はそんなに弱じゃありません。存分にこき使ってくだされ。
おい、でも気になった。おれ。おれ。あの、八神です。ん？はい。あの、なるほど。はい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってきたぜ。ごちそうさま。ありがとうございます。
非常感谢。からでも来な。八神です。うん。はあ。はい。なるほど。はい。しばらく寝とけっての。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
はい。ところで、なるほど。わかった。八神さん。ええ。
長。はあ。ええ、それじゃあ行くぜ。ええ、いや、え、うん、ちゃう、あの、うん、うん、
よし、ゲームスタートだ。今だ。ついてるな。やったぜ！今だ。ついてるな。いい目出るよ。やった！さあ来い。マジかよ。うりゃ！そんなもんかい？ここからだ。こいつを食らいな。いい目出ろよ。汗かいちまったぜ。やったぜ。そんなもんかい。
今だ。わ、まっすぐだ。ついてるな。ここだ。右だ。よし。いい目出るよ。今だ。ウリャあせかいちまったぜ。稼ぐとするか。ついてるな。
な。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。時間食っちゃったよ。しばらく寝とけって。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。時間食っちゃったよ。死ぬ前に走馬灯が見えるって言うよな。ありゃ本当だぜターボ。昨夜がそうだったわけ？ああ、なんかどんどん体が冷えてったなと思ったら、松金の親父にどやされてた。まだ俺が駆け出しの頃の記憶だ。羽村の頭も縁故詰めるかって睨んできててよ。で、
俺の代わりに東が泣いてんだ。死ぬ前ぐらいもうちょっといい記憶見たって良さそうなもんだろなあ。きっと本当に死ぬ時はいい思い出が見られるよ。思ったより元気そうでよかった。相馬の野郎、次やったらただじゃ済まさねえ。不意打ちさえされなきゃ沢先生の仇も取れたのによ。相馬に刺されたこと、もう警察に話した？ああ、刑事が来たんでな。あることないこと言ってやったぜ。それはダメでしょ。冗談だよ。言ったのは真実だけだ。俺を刺したのは、沢先生を殺したのと同じ犯人だってな。なら多分、相馬が捕まるのは時間の問題だ。ただ、それとは別に俺らは桑名を追う。あいつが一連の事件をつなぐキーマンだ。 RK に捕まる前に俺らで見つける。桑名か。しかしあの野郎ムカつくね。ん？あいつが俺らに近づいてきたのは結局何か魂胆があったってことだろ。多分ターボーが三越馬の殺しを調べてたからだ。こっちは腹割って付き合ってやってたのによ。俺はターボーの添えもんか。そんなことないって。くそ、野郎の正体も割れてこれからって時に俺はこのざまか。とにかく今は休んでなって。つくもも後でお見舞いに来るってさ。なんだよ、杉浦は来ねえのか。あいつはこれから俺と間宮ゆいを直撃するんだ。偉人町から運転手もしてくれるってさ。